んたバカ？ということで今回はファミマのミートボールとごぼうサラダで使徒を殲滅していくわ。電子レンジでミートボールを温めるわ。とどのつまり、物ってのは温めれば膨らんで大きくなるし、冷やせば縮んで小さくなるってことじゃない。私の場合、胸だけ温めれば少しはおっぱいが大きくなるのかな。白米を盛り付けて。ねえシンジ、量はこのくらいでいいかしら。わかってるわ。ミートボールは白米に乗るしかないのよ。いざ実食よ。いただきます。いただきます。今回はこちらです。エヴァ2号機、起動。ミートボールの甘いソースとごぼうサラダのマヨネーズのシンクロ率。レモンサワーもめちゃくちゃ合うわね。ちょっとミサト、飲みすぎじゃない？シャキシャキの食感もたまらないわ。最後の一杯、まるでジャイアントストロングエントリー。ごちそうさまでした。それではオービダーゼン。